バーリ空襲を行った10-88の同型機バーリ空襲は第二次世界大戦中の1943年12月2日にドイツ空軍爆撃機がアドリア海に面したイタリアの港湾都市バーリンの連合国軍部隊及び輸送艦船に対し行った空襲である。ドイツ空軍第二航空艦隊所属のユンカース1八8八1 0 5機がバーリ港にいたイタリア戦線を支援する。 連合国軍将兵及び輸送艦船を爆撃して27隻の貨物船と兵員輸送船を港内で沈めた。1時間程度の空襲でバーリ港の機能は失われ1944年2月まで利用できなかった。このためこの空襲はショーパールハーバーと呼ばれた。またこの空襲により被害を受けた貨物船から マスタードガスが漏れ出し、死者を出すこととなった。英米両国政府はこの事実を隠した。当時、バーリは防空体制が不十分な状況であった。イギリス空軍の戦闘機の飛行場がなく、行動範囲内にある戦闘機も、港湾防衛ではなく、爆撃の護衛や攻撃の任務についていた。地上の防空体制も不十分だった。イタリアのドイツ空軍が 本格的な攻撃を行うにはあまりに劣勢と判断されていたため、バーリーへの空襲の可能性はあまり考えられていなかった。1943年12月2日の午後、イギリス第一戦術空軍司令官、アーサー・カニンガムは記者会見を開き、ドイツ軍はすでに空の戦いで敗北していると述べた。彼は会見の中で、もしもドイツ空軍がバーリーに一機でも飛行機を送ったら、 私への個人的な侮辱とみなすと発言した。しかしながら、ドイツ空軍は前の月だけで4回もナポリの港湾区域を空襲し、地中海の他の目標も攻撃していた。12月2日、バーリ港にはアメリカ、イギリス、ポーランド、ノルウェー、オランダ船籍の船三十隻があり、港に隣接する市街地の民間人人口は十五万人だった。港は モンテカシーノの戦いのための補給物資の揚陸を進めるため空襲を受けた当日も夜間に照明をともし最大限の能力で作業に当たっていた。12月2日の午後、ドイツ空軍パイロットベルナー・ハーンは目210でバーリを上空から偵察した。その報告をもとにアルベルト・ケッセルリンクは空襲を命令した。ケッセルリンクと彼の爆料は以前は こっちゃの連合国軍飛行場を目標にと考えていた。しかし、ドイツ空軍にはこのような複数の目標が複合した大規模な目標を攻撃できるだけの部隊がなかった。第二航空艦隊の司令官、ボルフラム・フォンディヒト方面原水はバーリを大対案として提案した。港に壊滅的な損害を与えれば、イギリス第8軍の前進を遅らせることができると、 リヒトホーフェンは考えていた。リヒトホーフェンは第2航空艦隊で出撃可能なユンカース 10-88A4 爆撃機を空襲のために150機集めることができるとケッセルリンクに伝えたが実際の空襲で出撃できたス八8 8は105機だった。空襲に参加した多くの飛行機は イタリアの飛行場から発進したのだが、リヒトホーフェンは一部の飛行機をユーゴスラビアから発進させ、連合国軍にユーゴスラビアを発進地と思わせ、報復攻撃の方向を誤らせたいと考えた。そこで10-88のパイロットはまず東のアドリア海へ向かい、その後南下して西に向きを変えて飛行するよう命令されることとなった。連合国軍は、 ドイツ軍が攻撃するとすれば、北方から、と判断していると思われたからである。空襲は午後7時25分に、2、3機のドイツ軍機が、バーリコ、上空3000メートルを旋回しながら連合国軍のレーダー探知を妨害するため、チャフを散布して始まった。この時に照明弾も投下されたが、港には、照明が灯されていたので必要ではなかった。 空襲により2隻の弾薬輸送船が被弾して爆発を起こし、この爆風で 11km 先の窓ガラスまで粉々になった。不当のガソリンの2 0用パイプラインが切断され、噴出した燃料に引火した。このため、火のついた燃料が港の大部分に広がり、被害を受けなかった船舶も巻き込んだ。 合計3万4000トン以上の物資を積んだ貨物船28隻が撃沈、または破壊され、他に3隻が撃沈の後に引き上げられた。さらに12隻が損傷を受けた。港は2週間閉鎖され、機能が完全に復旧したのは1944年2月だった。バーリ港にいた潜水艦は、その頑丈な外角でドイツ軍の空襲に耐え、全て損傷を受けずに残った。 破壊された船舶の一隻、アメリカ合衆国リバティ船、ジョン・ハーベー号は、マスタードガス爆弾 m 4 7 a 1に先発を極秘の貨物として運んでいた。この貨物は、ドイツ軍がイタリアで化学兵器を使用した場合の報復攻撃のために、ヨーロッパへ送られたものだった。ジョン・ハーベー号が破壊されると、液体のマスタードガスが損傷した他の船から流出した油の混じった。 海水中に漏れ出した。乗っていた船から海に逃れた多くの船員が、マスタードガスの理想的な溶媒の状態になっていた、油混じりの海水にまみれることになった。また、マスタードガスの一部は蒸発し、煙と炎の雲に混じっていった。負傷者は、水から引き上げられて、医療施設に送られたが、マスタードガスのことを知らなかった。医療スタッフは、 爆発や火災による負傷者に集中しており、ただ油にまみれただけに見えたものはほとんど注目されなかった。この時、低濃度のマスタードガスに長時間さらされた多くの負傷者は単純な入浴や衣類の着替えで症状を軽減できた可能性がある。その日のうちに628名の患者と医療スタッフに 失明や化学やけどなどのマスタードガスの中毒による最初の症状が現れた。さらに、ジョン・ハーベー号の貨物の一部が爆発した時に、マスタードガスの蒸気が市外上空に漂ったため、中毒を起こしたイタリア民間人数100人が治療を求めて殺到し、事態はさらに混乱することとなった。医療現場が混乱しても、症状の原因についての情報は少なかった。 アメリカ合衆国軍司令部は化学兵器の存在をドイツ軍に対し否得しておきたかったためである。ジョン・ハーベー号の乗組員もほぼ全員が死亡していたため救急隊員が気づいたニンニクのような匂いの理由を説明できる者はいなかった。謎の症状についての説明のために副軍医相官フレッド・ブレッシーは化学兵器の専門家の スチュワート・フランシス・アレグザンダー中佐を派遣した。アレグザンダーは患者が空襲を受けた時にいた位置を丹念に集計し、その分布の中心にジョン・ハーベー号がいたことを知り、さらにアメリカ合衆国軍 M47A1 爆弾の容器の破片を見つけて、マスタードガスが原因物質だと確信した。その月の終わりには、 入院していた628名の軍人のうち83名が死亡した。民間人の犠牲者数はこれより多いと思われたが、多くが人類の避難先を求め害を離れたため、正確に数えることができなかった。アメリカ合衆国海軍駆逐艦、ビステラは空襲の間に軽度の損傷を受けたが、海中の生存者を救助しつつ郊外へ出た。その夜のうちに、 艦の乗組員で失明と化学やけどの症状を示すものが現れた。駆逐艦、ビステラはターラント港へ戻っていった。連合軍最高司令部は最初から事件を隠蔽しようとした。連合軍が化学兵器を使うつもりだとドイツ軍が判断すれば先制使用される恐れが出てくるからである。しかしあまりに目撃者が多くて秘密を守りきれないため2月に 合衆国参謀本部は事件を認め、アメリカ合衆国が報復の場合を除き、化学兵器を使用する意思を持たないことを強調する、声明を発表した。連合国軍最高司令官アイゼンハワーは、アレグザンダー博士の報告を承認した。けれども、チャーチルは、この件に関するイギリスの文書を全て破棄し、マスタードガスによる死亡者リストを、 敵の攻撃による火災が原因とするよう命令した。空襲に関するアメリカ合衆国の記録は1959年に機密指定から解除されたものの事件については1967年にある本が出版されるまでほとんど知られないままであった。1986年にイギリス政府は最終的にバーリー空襲の生存者が毒ガスの被害を受けたことを認め、 年金の支払額を増額した。バーリの防空について責任を負っていたイギリス第一戦術空軍司令官カニンガムは事件以前に空襲がなかったことからその式対応については問題がないとの調査結果により非難を免れることができた。第二次世界大戦のヨーロッパ戦線において化学物質の放出があったのはこのマスタードガス流出事件だけだった。 ありがとうございます。